はい、皆さんこんばんは、100円です。ということでですね、メタルギア2やっていきたいと思います。インファマス全然関係ないけど、インファマスクリアし終わったんで、もう集中してやっていきます。ということでですね、多分こいつを取んなきゃいけないと思うんだけど、めっちゃカメラあんじゃねえかよ。これないのこれ。あれ？あ、これだ。めっちゃしぶといな。当たってる？よし。Two cameras。こいつが、あれ？ニキータどこにあんの？ニキータを取ってこないと大統領のあれが開かない。ごめんなさい、前回のね話からちょっと時間が経ってるんで鮮明に覚えてないんですよ、何をしなきゃいけないか。あのニキータを撃たなきゃいけないのは知ってるんですけど、どこにニキータがあるかがわからないな。ちょっとかけるか。大佐教えてください。大統領と接触するにはあの高圧電流が流された床を通るしかない、はい、リモコンミサイルで部屋の中の電源パネルを破壊すれば高圧電流も消えるはずだ。リモコンミサイルを探せ。スネークさんに聞いてみたら、爆弾処理の時にシェル2を一通り回ったって言ってたじゃない。スネークさん。オッケー。スネーク、リモコンミサイルのありかを知ってるか？リモコンミサイルならシェル2中央棟の B1 で見たな。B1 か。だが気をつけろ。例の爆発で組み上げた汚染海水が溢れ出している。今は B1 のほとんどが浸水してるはずだ。あー、オッケー。ってことはエレベーターで、B1。これ中央。あー、ここか。オッケー。ここの階にはないのか、やっぱり。よし、行くか。行きます。そうだ、なんか思い出したわ。ゴキブリとかいっぱいいるんだよ、確か。そう、泳いでかなきゃいけないんだよね。あれ？あの、何あの赤白いやつ。ああ、そうだそうだ。ここめっちゃ苦手だ俺。得意なとこなんかないんだけど。ああ、ちょっとはい。どうした？大佐かな？大佐、B1は完全に浸水しているようだ。泳いで進むしかないな。泳ぎなら大丈夫だ。パンチボタンを押すと水をかいて前進する。連打すれば早く泳ぐことができるぞ。泳ぐ方向は左スティックで変えられる。上で上、下で下、左右でそれぞれの方向を向く。水中にいる間、ライフゲージの下に O2 ゲージが表示される。 O2 ゲージが1回の息継ぎに相当する。 O2 ゲージが0になると続いてライフが減るぞ。注意するんだ。オッケー。あ、来た。ニキータゲットした。よし。ちょっと待って。これ空気。あ、オッケー。はい。大佐か。リモコンミサイルを手に入れたな。シェル2中央棟の1階に向かえ。電源パネルを破壊して大統領と接触するんだ。核発射コードの再確認がなされる前にな。急げ。これなんかなかったっけ。もっとちょっと行ってみよう。なんかあったような気がすんだよな。なんかね、まあ、でもここなんもなさそう。あれなんかあれかな、話の後でだったっけかな。なんかね、あったような
ほらなんか、ああナイトビジョンとかほらあった。やばい、一旦空気を。よーし、なんかあったよね。あ、空気吸えるとこあった。よし、ナイトビジョンはいるかな。いらないか。まあでもなんか見逃してたら嫌だからな。やばい、やばいぞ。もう自分でもどこいるのか分かんなくなってきた。あーやばい、あーやばい、ちょっと待って、あーやばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ギャー、あぶねー。帰るか。リスクがありすぎる。よーし、帰ろう帰ろう。ナイトビジョンだけゲットしたらもういいや。あとは、あとはもういらないだろう。またグダってるよって言われたら困っちゃうな、おじさん。なんかね、あとでこう来ることになるような。これで帰れるかな。帰れないな。ちょっと待ってよ。うわ、さっきニキータ取っても帰っときゃよかった。ちょっと分かんなくなってきた。あー、これ右か。これでこっちか。でこっちか。あー違う、こっちだ。こうだ。あれ、これでも開かないでしょ。あ、開くの。え、開くのか。うわあ、ビビった。ああ、爆弾のおっさん。ああ。あった。よし、なんかね、あったような気がする。ここあー、なんか覚えがあるわ。あ、ほらほら、なんかあった。一旦ちょっと取って、なんだろうあれ。あー違う、違います、違います。スティンガーの弾。それだけ。あれ、なんかもっとなかったっけ。あったような気がしたんだ。レーションか。ここ開くかな。お、あ、ここ開かないのか。あー、でも別の通路があるな。行こう。おお。あー、レベル4持ってない。やっぱりこれ後で戻ってくるとこだな。あー、いいや。じゃあちょっと一旦帰ろう。帰って帰ってですね、大統領をちょっと救いに行ってきますわ。なんでこっち来ちゃったんだろう。そっちは今来た方なんで、じゃなくてですね、左です。俺自分でもどこ行ってるかもう分かんなくなってきちゃった。
こっち？どうでしょう。どこ行ったらいいの。やばい、分かんなくなってきた。こっちか。あ、こっちか。こうだ。違う。もう完璧迷った。もう。これ地図出てきたっけ？出てこないのか。拡大したいな、あの地図。OK、こうですよね。あ、ここだ。よかった。戻れた。ああ、よかった。よし。確かね、ここにゴキブリとかいっぱいいたような気がするんだけど。ニキータゲットしたからね。あれ？来てる？誰かがね、ボタン連打したら早く来るんですよって言ってたけど、本当なのかな、それ。ガセネタ？よし。じゃあ、ちょっと大統領、助けに行きましょうか。これでですね、あの穴が開いてるわけですね。そこのですね、まあ、穴にですね、こいつを撃つわけですよ。そうすると、これは操作できるんですね。弾をね。ここ寝ながらですね、撃ってやると。ああ、ちょっと待って、間違えた。こうだ。ごめんなさい、ごめんなさい。こういうわけですね。大統領に当たらないようにですね、撃っていくわけですね。ああ、やべ。マジか。ああ大丈夫だよ。26発ありますから。いやー、苦手です。待つんだ、君たち。待つんだ。あったさあね、このぐだりを見たくない人はですね、ちょっとこれ、ほっとくと、すっごい、なんか、早く動き出すから、常に動かしとけば、大丈夫ですね。たばり右だったな、あそこ。コンスタントにこうやって動かしときゃ、急にスピードが上がることもないんで、もうちょっとやりやすいっていうか、こうやって絶対右だったな、あそこ。ここでしょ。やっぱり。何をするんだ。ダメ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 。お、何なんだ。OK。よーし。なんかね、難しいと大統領が寝てるらしいんですよ。壊さなきゃいけないとこの近くでね、めっちゃむずいらしいっす。いけた。ジョンソン大統領、やはり来たか。なぜ俺を。その装備はスカルスーツ。まだ実戦には投入していない最新式のものだ。怪我は？変わったやつだな。これから殺す相手の体をなぜ気遣う。裏切り者を始末しに来たんだろう。何をするんです。男か。ではお前は一体何者だ。ホックスハウンド。ホックスハウンド。そうか、そういうことか。なるほど。体内通信に切り替えよう。聞かれるとまずい。わかりました。